教室に一人残る君が声をかけてくれるの期待して一人よがりの妄想で快適な幻想に汚れていた君も同じ気持ちなんだろう。あと一度だけ君の姿を見たんだ。髪を染めて少しだけ変わってしまっていた。声をかけようとしたけど隣の男を見てもっとした手を引き込める。ハッピーエンドの二次元アニメの勇気のある主人公のようにこの僕はそうしてもっと触れ出せなかったのだろう。自己憐憫とこの妄想に支配されてるこのバカな僕を助けてよ。もう抜け出したいのに